はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はダイエットモニター企画、25歳1児の母は産後太りを解消できるのかということで、もう一つね、ダイエット企画をやっていきたいと思っています。今回はね、男性ではなく、まあ、女性の人でやっていこうと思ってるんですけれども、まあ、産後太りといってもね、直後ではなく実際にもう5年ね、出産から5年経ってるんですけど、体重が、なかなか戻ってないということで、まあそこをテーマにしてやっていきたいと思ってるんですけど、このダイエットモニター企画、約1ヶ月間一緒にやっていくわけですけれども、まあ、週に1回、ズームで、オンラインでレッスンをやりていきながら、その間、LINE で毎日やり取りしながらやっていくというものなんですけれども、この、まあ、大体約1ヶ月なんですけれども、ここでね、この1ヶ月という期間をちょっとね、誤解していただきたくないんですけれども、この1ヶ月間でできる限り正しいことをね、できる限りやっていくということであって、1ヶ月間なり無理にね、とにかく体重がどのぐらい落ちるかということを競うようなものではないということはまず一つ。それと、1ヶ月で全て完了するという意味ではなく、これから長い人生ある中で、この1ヶ月間まず本気で正しいことをやってもらう、正しい食べ方をやってもらう、正しい生活習慣を身につけてもらうということをやってもらうということです。その中でどのぐらい、正しいことをやりながらどのぐらい落ちていくかというところなんですね。だから1ヶ月で終わりで、これで全てそこで完了、そこがゴールでね、そこを無理やりというわけではないということです。ここを始まりにして、これをまだ3ヶ月、半年は少なくとも続けてもらって、それでどのぐらいね、最終的に今自分が理想とする体になっていくかというところを求めてほしいんですね。で、そこの入り口としての1ヶ月ということです。なので、まあ、今回1ヶ月だけやって、その後3ヶ月後か半年後かにもう1回レポートということはまああるんじゃないかと思うんですけれども、1ヶ月だけの無理やり企画ではないということはちょっとご理解ください。では、その25歳の女性の方とお話ししていきましょう。はい、こんにちは。こんにちは。はじめまして、よろしくお願いします。ます。なんか、尾道出身ということで。そうですね。18まで、高校卒業まで。あそこの中学校で。そうです。僕は、尾道北高だったんで、そこの中学のすぐ。でもね、僕がね、最近こうやって話しても、で特に僕のどこかにどこか緊張があると尾道面出てこないんで、ああ、ってかもしれないけど、まあそれも面白いかなと思ってるんですけど、まあちょっと今までの体的な流れとか、どんなことがあって、はい、今どんな感じとか、そんなことをちょっと教えていただければと思うんですけど、はい、体的にはその高校時代が体育科で3年間で、高校はもう体育会系の高校ってこと。そうです、普通科じゃなく体育科っていう学校だったんで、そこで3年間で多分トータル1000時間以上体育をやってたみたいで、その当時は本当サーキットトレーニングとか球技とかなんかいろんなことをバリバリやってたんですけど、卒業してまあ、ちょっとしてから妊娠してっていうので、それから運動を全然しなくなってしまって、でその当時はやっぱりお腹がすごい空いて、でご飯とか炭水化物がとにかく好きだったんで、妊娠中、そう、生まれた後、どっちもですね。どっちもです。多分炭水化物のとにかく食べ過ぎでどんどん太ってっていう感じですね。若かったからすごいまだまだ欲しかったのかな。そうですね、結構好きなだけ食べてましたね。まあね、妊娠中ね、周りの人がね、体力つけろ体力つけろってうるさいんだよね。そうですね。妊娠の時で、20キロ増えて、妊娠前より、前より60いってなかったと思うんですよ、その当時は。妊娠前で、で、そっから出産直前が本当79、80とかで、出産後はそっから全部で10キロぐらい落ちたところ。10キロぐらいは落ちたけど、なんか失恋してガッと落ちて、でまた恋が実ってまた増えてっていうのをずっと繰り返してますね。恋が実ると太るのがね、前回昨日見ました。あ、見ました、見ました。あんたもね、恋が実ると太ったらしい。そうなんですよね、おいしいもの食べすぎて。でもそれ作ってあげる方ですよね。そうですね、作る方でもあるし、なんか向こうが作ってくれるのもあるし。あ、今じゃあこうなってこうなってまたちょっとこうなってくる。でまたこうなったんですけど、恋の方がダメになったんで、ちょっと下がらないといけない。ああ、恋しちゃダメみたいになって。そうです。体重が増えてしまうっていう。今どうですか、自分で体重いですか。体やっぱり重いですね。
もう子供と一緒に、今子供が5歳なんですけど、公園行ってもあんまり走るのもしんどいなって思うようになりましたね。40過ぎたら僕が走ってたのに、子供と最近は運動とかはどうですか？最近は、運動はYouTube でなんかフィットネス動画みたいなのとか筋トレ動画をたまに見てたまにするっていうので継続はしてないですね。で今はじゃあ食事はどんな感じですか？食事はなんか最近は脂っこいものがだんだんとなんか重たくなってきて、なんかお肉もあんまり食べず野菜を割と食べるようになってきました。あんまり魚とかは本当に家で全然やらないですね。なんでお寿司で魚取るぐらいですね。そんなに週に1回も寿司食べる？いや食べないです。月1あるかなっていう。何を食べてるんですか？普段は炭水化物ばっかりですね。丼物にしたりとかしてます。丼物の上なんか乗ってるのは？上乗ってるのはなんかビビンバみたいな、なんとかの素を乗せてっていうすごい簡単なものばっかり。ビビンバっていうことはこう野菜が乗ってるってことね。そうですね。男の人の場合なんかしなければ肉が好きだったりするんで、まあ、脂質多くても肉食べるんですよ。女の人はやっぱそこの、ね、タンパク質本当に少ない人が結構多くて、タンパク質は同じようにやっぱり取っていく必要があったり、まあじゃあちょっとそこ下がって腕立て伏せはしないんですけど、腕立て伏せの格好になってみてます。手を広めにしてつま先立ちになって、手は肩よりも 1.5 倍ぐらい広げるような感じにして、つま先立ち体まっすぐで、まあ、顔上げてそのまま、はい、30秒キープできるかな。でつま先軽めにします。つま先軽めにして、顔上げて、前見て、胸上げて、お尻下げて、はい、チラッと前、そのまっすぐにして、縦に伸びる感じ、胸が前に伸びて、足は遠くに伸びる感じの感じで、お腹キープね、胸と腕と、あとお腹の辺、キープしてる感じ、お腹固めといて、もう5秒です。少しキープしといて、そしてのまま、OK!OK! なんか辛かったですか？プルプルします。まあ、突っ張るのも突っ張って、あとまあでもお腹固めてる感じは全然きつくなかったですか？お腹は大丈夫でした。あとももの方がちょっとプルプルでした。まあ、体をね、もし後ろに押してしまうとちょっと足に来るかもしれないんで、基本的にはほぼ腕のところに乗って、足、つま先はちょっと軽めみたいな方がよくて、ではお腹はもっと頑張るっていう方がまあ本当はいいですね。じゃあ、その場でちょっとバックランジ分かります？バックランジってあれです。このそう、そこで、はい、そこで手を腰でいきましょう、はい、一回足揃えて、足を揃えて、そこから後ろに下がる、立ち上げるよ、はい、前見て遠く見て、はい、よ、はい、反対、下がる、はい、息を吸って下がる、はい、息を吸って下がる、はい、息を吸って下がる、はい、そう、お腹が落ちないよ、ここで、はい、お腹をこれ上げるよ、今のところ、はい、続けて、お腹を持ち上げながら、そう、後ろ膝を落とす、お腹を持ち上げながら後ろ膝を落とす、下で一瞬止まる、はい、もうちょい、下で一瞬止まる、OK です。じゃあ仰向けになります。クランチってわかります？足を上げて膝を90度に曲げて、はい、そこで少し足もうちょっと高くします。そうそう、はい、で尾てい骨ちょっと上げる感じにしておきますね。お尻をちょっとだけ上げます。 OK。 手を頭の後ろ揃えて、添えるだけ、ね、で背中を上げるように上半身を丸める、頭を下ろしていく、はい、背中を上げて上半身丸める。頭ではないですよ。で今一回一回上がるときに肘を閉じて開いてっていうか、最初からもう閉じてていいです。閉じたまま降りて、でそのまま背中を上げてお腹縮めて、はい、頭一回ギリギリまで下ろして、はい、吐きながら上げて止まって、はい、降りて
はい、折るとき肘開かないでよ。はい、吐いて背中上げて丸めて、はい、降りて、はい、通常、はい、頭じゃなく背中を上げて、はい、頭は高くなくていいけど、続けて続けて続けて、はい、はい、お尻尾てい骨が下がらないまま頭を下げて下げていくよ。はい、こうお尻が下がらないね。はい、吐いて、はい、降りて、はい、吐いて、降りて、尾てい骨を上げたままで、この後頭が降りた時にお尻が下がらないようにして、背中上げて、お腹縮む分だけお腹の力抜けないように下がって、お尻上げて、はい、ゆっくり下がって、はい、お尻上げといて背中上げて OK。 はい、はい、もう一回バックランチ、はい、1、はい、2、頭の位置高くキープします。3、頭の位置、そう、高く上から引っ張られた感じで、はい、4、息を吸いながら、はい、吐く、5、前の足を踏みます。8、10、はい、20、 OK。 これまた動かないやつなんですけれども、四つん這いからグッとこの感じ、四つん這い肩幅、手も足も肩幅で、はい、そう、四つん這いから、はい、グッと三角形を作ります。かかと降りていいよ、かかと降りていいよ、かかと降りていいです。かかと降りて、腕と肩が一直線、腕とか今ね、こうちょっと大事なんです。これをグッと取ってと、うん、はい、2、下半身倒れない方がいい、上半身、あ、そう、起こして、はい、よ、3、はい、はい、15、 OK です。前見ながら胸持ち上げて、でっちりでこう引いていく、以上、ここ上げたまま、腰丸い、それ腰丸い、手を前にしながら、こういう感じ、今これ反ってますね、背中と腰、そう、そんな感じ、それもっと、今の膝をもっとこっち、膝もっとこっち、体を見えっぱい上げといて、体を見る前で、はい、お腹とももも近づきます。はい、よ、立ち上がって、はい、こっち2回、お腹とももが間狭くなります、そう、はい、ゆっくり立ち上がろう、はい、はい、あと一回ゆっくりいきますよ、もう一回、はい、レッジで右一本、はい、立ち上がります。今どんな感じですか？いや、右の方が難しかったです。ちょっと軽くもう一回いきます。最初のやつ、これ、重心もっと前、重心前、重心前、そう、顔上げて、はい、姿勢もっとまっすぐ、2、上半身起こしといて、はい、3、上半身起こして、はい、4、上半身がふにゃふにゃなってきた、12、お腹固めて持ち上げて、 OK、 はい、血が強かったです。肘で持っていかない、尾てい骨ちょっと上げといて、15、 OK、 バックランチ、はい、よいしょ、うわ、あ、ちょっと待って、上半身高く、9、顎は上げないけどお腹上げる、10、まあ、10で終わりにしとこうか、はい、多分意外とね、さっきのね、あのお尻のやつが結構きてるんですよ、うん、そのまま少しキープして、その肩と三頭筋を少し使う、 OK、 立ち上がります。はい、9、はい、10、 OK、 はい、これこのぐらいこっち見えるぐらいだし、こう倒れすぎなくていいです。はい、そう、そうそう、それそれそれ、はい、 OK、 はい、足がフラフラで、今回はまあとりあえず1ヶ月ぐらいということなので、今そこにちょっと時間をかける、1週間2週間時間をかけるというわけにはいかないので、まあ1日だけ多分ちょっときついです。今ぐらいのは自分にとって
全然運動にも入りませんよっていうレベルにさっと持ってきたんですよ。だから最初の1日2日3日は多分きついっていう、そういう意味でね。だからね、昔多分高校生の頃のたった数年前の自分であれば、今のって部活のウォームアップぐらいだと思うんですよ。そうですね。そのまず自分の基礎レベルをね、少しやっぱ上げとかないといけないなと思うんですよね。体育会系なんで大丈夫かなとは思いますけど。頑張ります。お子さんとバーッと、まあ正直言って別に子供にとってはね、ジョギングよりは鬼ごっこの方が良くて、鬼ごっこは自分にとってよりきついんですけど、はい、子供はあんまりゆっくり長く走るっていうのは本当は必要じゃなくて、短距離みたいなことをやった方が本当は体にとってすごいいいので鬼ごっこが一番いいんですけど、ただそういうのをまあ一緒にわざとやってあげるということで、それをねしょっちゅうやってあげてはい、わかりました。僕はそれを週5回やってもいい感じです。それはね、そういう感じの、ちょっとその今のこの部屋だけじゃなく、それもちょっと入れてほしいなと思って。はい、じゃあそんな感じでちょっとくじけずに、はい、頑張ってください。頑張ります。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでまず初日が始まりました。その後その日の食事を食べたものを送ってきてもらったのがこれなんですけれども、まあ、本人的にはね、もともと炭水化物が多かったところに納豆を一つ入れてきたということで努力はしてるんですけども、ここは納豆だけなので、納豆だけどタンパク質が 7g しかないんですね。で、実際にはそれはやっぱり足りないですね。 20g 以上はやっぱり取っていきたいところなので、運動してますのでね。なのでやはり納豆だけでなく、鶏肉とか魚とかその辺もやっぱり一緒に付け加えていかないとちょっと量が足りなくなってくる。それと、ダイエットの時にはやはりちょっと味噌汁はちょっとなしになります。まあ、あったかいものを飲んだらというのはあるかもしれないですけれども、やはりちょっとね塩分が邪魔をしてしまうので、そこは食事の中の味付けの方に塩分は使うようにして、そこだけに最小限にしていった方がやはりね、皮下脂肪の部分はぐっと引き締まって、いい形になってきますね。ダイエット時にはちょっと味噌汁はなしにしていきます。まあ、ただその次の日もね、送ってきてもらったやつがちょっとね炭水化物が 90% みたいな感じだったので、そこをね少しずつ、調整しながら、運動もやっていってもらいたいと思っています。あとね、今後彼女と話す時に僕の尾道弁が出るのか出ないのか自分でもよくわからないんですけれども、尾道弁でも僕も話せたらなと思うんです。なかなかね、こうやってカメラとか、東京の人と話してると全然僕の尾道弁というのが出ないので、その尾道弁で話してみたいと思います。それが皆さんに通じるかどうかわからないですけども、このね、2番目の企画、25歳の女性の方もぜひ次回お楽しみにしてください。はい、パーソナルトレーナーゆうじでした。